ました。今東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。東京取って、揺れる大きさかなり大きいですね。落ち着いて、落ち着いてください、落ち着いてください。いや揺れてますよ、すごい揺れてる、大きいです揺れが。緊急地震速報が出されました。やばいやばい、今地震があります。大きな揺れを感じています。かなり大きな揺れです。伏せまし、伏せてください、皆さん伏せてください。緊急地震速報です。今来てますよ津波が、今到達してるよ。テレビ朝日、子供が、子供が、子供が溺れてる、女が溺れてる。Looks, and it looks like the tsunami has engulfed several cities. まさに今濁流が仙台空港の滑走路に押し寄せています。頑張ってください。メルトダウンが始まっていると見られる。余震が解けたと見ている。ちょっと最悪の状況が、これは非常に重大な状態になっています。はい、外には出ないでください、何らかの爆発的事象があったことを認めました。先ほど11時1分に水素爆発が起きました。 Country, the official pronouncements are beginning to wear thin. 自衛隊のヘリで放水が始まりました。デビューさせたりとかですね、鎌田先生を中心にですね、それから、そういった価値のある産直品の良さをですね、まあ、メンバーさんにもっともっとお勧めをしていきたいなというふうに思っています。
ずいですよね。これ何？なんでこんなに投げるの？大丈夫かな？マイケルくん、マイケルくん、マイケルくん、はい、まだ許せますから、ちょっと大丈夫。午後1時半、地震発生のおよそ1時間前、宮城県仙台市ではタクシー事業に関する会議が開かれていました。地震発生の15分前、同じ仙台市内のマンション8階では宮城テレビが取材中でした。それが午後2時46分50秒一変しました。揺れが1分ほどで収まったと思われたその時、映像から地震の大きな揺れは2回あったと見られます。ホテルの会議場では、ただいま大きな揺れを感じています。地震です、地震です。これは地震の揺れが広がる様子を映像化したもの。強い揺れはおよそ300秒5分で九州の南端にまで到達。日本全域を6分以上にわたり揺らし続けたのです。仙台市が揺れてから8秒後、揺れは岩手県盛岡市にも伝わりました。盛岡市内にあるテレビ岩手、その2秒後には福島県郡山市、同じ郡山市内にある自然食品店ではイベントの開始直前、激しい揺れに襲われます。建
建物は木造の古い蔵を改装したものでした。でもすごい揺れて、おお、すごい。福島市内の道路。大丈夫か。町の中心部に立ち上った土煙。建物が崩れたのでしょうか。同じ頃、東京電力の福島第一原子力発電所でも激しい揺れが1分以上続いていました。福島県が揺れてから28秒後、すごい揺れてる。揺れは東京の都心にも伝わりました。高層ビルがゆっくりと大きく揺れています。気持ち悪いです。すげえ揺れてる。首都圏の高速道路では、埼玉県のショッピングモール、これやばいな。天井の装飾が落下。国会では決算委員会の最中に揺れが襲います。そして大地震による被害はここから予想をはるかに超えることになるのです。県内の各港では、現在船が沖に向かって避難を始めています。千年に一度とも言われる津波が近づいていました。3月11日、激しい揺れの後に襲ってきた津波は私たちの予想をはるかに超えるものでした。地震からおよそ1時間後、宮城県名取市の海岸